はい、どうもこんにちは、セナです。今回もポケットモンスタースカーレット新9章リリース縛りで頑張っていきたいなと思っているわけなんですけれども、今パルデアの大穴、偉大な騎馬戦、何回やるねんってことなんですけれども、とりあえずフェアリー技で攻め切ろう。こんなもんすぐさ、チュ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 。パルデアの大穴、こう4人パーティーでやってきてるわけなんで、あ、9章に渡った、いいね。あー、全然食らわねえや。勝った、こっちかよ、こっち向くなよ。素早さが上がっていく。ただまだ上回ってる気はする。ただレベルがみんな高えな、おい。ちょっとそっちじゃなくない？なんとかせい。このルガルガンってポケモン、ドリルライナーしか攻撃見たことないぞ。というわけで、レベル70にこう向かわんとしているニャオハル。いや、ほんといつ見ても奇跡の賜物だなと。トリクラーの PB が切れてるのは、あのここのダグトリを狩りしてたからです。一撃なんですよね、ほんとカモだぜ。うわ、ビビビビポン。よし、連戦だと思うんですよ。なんかこのタイムマシンなる、見てください、あのまがまがしい入り口、そっから溢れ出てきた魑魅魍魎たち、まだまだいるはずなんですよ。さあ、ストーリーの続きだ。あ、いいね、強いね、手応えあるね。囲まれてるな、ポケモンに。頼もしいけどムカつく。ガスバスバスバス、ダダダダダダダ。わわわ、大変。セナ手伝って、ガッテン。これは草タイプ入ってるっぽいけどな。なんか謎が明らかになってきたみたいで、古代のポケモンなんじゃないかって言われてるらしいですよ、ここら辺の。荒ぶる竹。あれ、大谷さんなんか復活してんの、おい。いや、ちょ雷打ってみる、雷打ってみる、当たる。いやだよな、ブラッキーのこれはどうなんだろう、悪タイプ。お、全然食らわねえよ、にしたってだぜ、おい、怖っ。ちょっと待って、どうしよう。いや、ドレインキス。フェアリータイプはどう、フェアリータイプはどう。ああ、抜群なんだ。フェアリーってなんかいいね、やっぱ持ってると一個。おっとっとっと、もう混乱した、もう混乱した。いいよ、激凛と似たような技なんですよね。さあ、ドレインキス、これ攻めていこう。チュ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 、アクハはやめとけと。混乱してるよね。よし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 、じゃあ次でラストです。1体ずつなら全然大丈夫だぜ。あらあらあら、こんな、なに、何してこようと。おお、なんか分からんすけど先制技を出してたみたい。 OK、 やべえ、古代やべえ、なんか硬いよな全体的に。あぎゃー、威嚇し逃げた。でも古代のポケモンが現代に散らばっただけでは。おお、あの子たちが外、そう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 、そういうこと。ボタン追いかけよう。なんでうち、え、2人パになんのこっから。ちょ、ま、なんか興奮してない、一旦ばらける。あいつら大丈夫かよ、ほとんど逃げてったから。残りは2人で頑張るしかない。じゃあ強そうなやついくぜ。これムーマージじゃないのかな、どちら様。威嚇が入る、羽ばたく神。あ、なんか古代っぽいな。雷効きそう。一回マンボルで10万ボルト。うわ、まあ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 、噛み砕く。お、いいの、お、いいの入ったね、素晴らしい。厄介そうだったんで、主戦で培った友情パワーで息ぴったりだな。まだいるな、さっきのもう一匹のことを気にしてビビってんのか。そう、前回もう一匹のコライドンが出てきて入り口に入ってったんですよ。あとは楽勝そうなのばかりだ。バウ、だからセナ、そいつ連れて先行け。え、だい、いや、わかった、信じてくれて嬉しいぜ。マフティフだってやる気だぜ。コライドン、お前のせいでガキの頃は最悪だった。だからってお前が今縮こまってても何も嬉しくねえ。お前にはすげえ力がある、俺たちもついてる。だからあんなやつに負けんな、勇気を出して立ち向かってこい。ペパーさん、俺は行くよ。こっちです。うわぁ、入ってへんか、これ。圧縮されるんとちゃう？おぉ、みんな、みんな、後ろ、帰れんのかな？いや、まあ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 、前に進むしかないか。
怪しい。自撮りできんのかな。もうこんなとこで使えてこそだろうが、バカ。誰がほんといっつもゼロラボ内に。あ、オーリムさん。あ、え、なんかくたびれてない？どうしたんだろう。おー、なんか結構刺激的な格好ですね。スリープモードを解除します。あ、機械。ハローセナ、よくぞ来てくれた。ぐおー、いるよな。先客です。マスターボールだ。戻りなさい。今作見て初めて見た、マスターボール。君が連れている個体より凶暴でね。君のコライドンがエリアゼロから逃げ出したのは縄張り争いに負けたからなのだ。あげげげげ、君たちに謝罪しなければいけないことがある。私は本物のオーリム博士ではない。さらにこれを何、遠隔操作してる人いんの？誰なんで、どういうこと？私は博士が自身の知識と記憶をもとに作った人工知能 AI で動くロボットなのだ。そこまではわかる。第4観測ユニットでの事故で本物の博士はいなくなってしまった。事故、いなくなった。ポケモンに罪はない。オリジナルの博士はその力を見誤ったのだ。身を挺して守ったコライドンが元気であれば博士も本望だろう。クラベル校長に頼んで君と初めて話した時はすでに私オーリム AI だったのだよ。セナ、君にはエリアゼロでの研究最後の手伝いを頼みたくてここまで来てもらった。その内容とは、オリジナルの博士が作ったタイムマシンを止めること。質問はエレベーターで聞こう。ついてきてくれ。エレベーター、さらに地下に潜んのかな。こっから降りる。入りたまえ。白い、セナ、本当によく来てくれた。何でも質問に答えよう。聞きたいことあるかな。 AI、 本物の博士はタイムマシンとは。タイムマシンとはオリジナルの博士と私が2人で開発した装置。モンスターボールを転送し、異なる時間軸のポケモンを捕まえて現代へと呼び戻すことができる。オーリム博士は生前別の時代のポケモン、とりわけ古代のポケモンに熱心だった。今この時も自動的に古代からポケモンを呼び出…他に聞きたいことあるかな。本物の博士、いや AI とは何。どうせ全部聞くことになるだろう。 AI とは人工的に作られた知能。私の考えや行動は全てオリジナルの博士の知識、思い出をベースにコンピューターが計算している。その演算が博士そっくりに作られたこの機械の体を動かしているのだ。これほど高度な AI 技術は今の科学技術では実現不可能だが、ゼロラボに搭載された結晶体がそれを実現可能にしている。だから私はこの施設から出ることができないのだ。他に聞きたい、そう、最後、本物の博士は。先ほども説明したが、すでにオリジナルの博士は存在しない。生前とか言ってたもんな。ユニットでの事故が、肉体が損傷し、生命活動を維持できない。こうやってるゲームポケモンっすか、本当に。彼女の息子ペパーにとっては受け入れがたい事実だろうな。どう伝えればいいんだよ。現在はオリジナルに代わって、この私、オーリム AI が管理者として、ゼロラボを維持している。他に、え？もうあるの？あなたの目的は？オリジナルの博士は、古代のポケモンと今のポケモンが、仲良く生きる世界を夢見ていた。だが、遥か古代の原始的かつ根源たる力は、あまりにも凶暴すぎる。彼らの生命力は現代の生態系を壊してしまうのだ。オリジナルはそれも自然の一つの形だと言っていたがね。今エリアゼロに張り巡らされているバリアで古代のポケモンがパルデアに出ていかないよう制御しているが、偉大な牙のようにバリアを突破するポケモンも現れた。彼らはいずれエリアゼロという箱庭を飛び出しパルデア地方にはびこるだろう。そうなればパルデアの豊かな生態系は破壊されてしまう。博士のコピーとして生み出された私だが、そのような惨劇が起きることは合理的とは思わない。それを食い止めるためには、博士が用意した最強の AI を
倒す必要があるのだ。え？その AI とセノ、その力で私の博士の夢を破壊してくれ。なんと？はいかいいえって、その中間はないんかと言われてもな、みたいなのないんか。あの、いいえと答える僕たちではない。感謝する。最下層に着いた。さらに地下ですよ。耳抜きした方がいいのでは。うわあ。なんかチッカチッカってしてますよ。なんかカッて、すごい部屋っすよ。見よ、これがテラスサラの力を使い作り上げたタイムマシンだ。この部屋で破壊光線のところだったらどうなるんだろう。反射すんのかな。乱反射。タイムマシンを止めるには博士の ID が搭載されたスカーレットブックが、あ、それは受け取ってます、ペーパーさんから。子供の頃から大好きなその本に最後のキーを入れると博士らしい。スカーレットブックを台座に置けばタイムマシンを止めることができる。だが一つだけ問題があってね。マシンを止めようとすると私は君に襲いかかるだろう。 AI である私の意志はプログラムに乗っ取られてしまうんだ。そうなると私は邪魔者をただ倒すだけの戦闘ロボットになり下がる。パルデア地方、チャンピオンたちの戦闘を分析し作り上げた無敵の AI だ。君とポケモンの絆なら勝利できると信じているよ。覚悟を決めたらスカーレットブックを台座へ置いてくれ。そんな、いや、もう一瞬で覚悟完了。台座にスカーレットブックを置きますか。置こう。ここまで来たんだ、やるしかねえべ。オーリムオリジナル ID アクセスを確認。タイムマシンを非常停止します。準備中、準備中。ギルギルギル。アクセスブロック。うおー、非常停止は中断され、タイムマシンが再起動しました。あんただな、頼むセナ。オーリム AI をスリープモードへ移行、戦闘プログラムを起動します。おお、どうか私を倒してくれ。めちゃくちゃ熱い BGM が。そして私の夢を阻む者には、ご退出いただこう。クソ、かっこいいわ。オーリム AI が勝負を仕掛けてきた。ポケモンは一体ですか。よー、血を這う羽。こんなのうちの7日間の完全上位互換じゃないのか。何者かは知らないが邪魔者は排除させてもらう。かっこいい。うわー、ちょ、強え強え。大谷さんじゃこれ。まあでもドレンキドレ、いやー待てよ、炎と虫だったよな。無理じゃねえかよ。ボルトチェンジ、帰っていこう。得体が知れなさすぎる。ただまあ結構食らったな。どうする、戻したって分からんすもんね。これきつくね。マジか、やべえ。これ本当にクリア無理かもよ。